少しでも潮目に近づくためにポイントを移動したオカマリさん。気分転換にメタルジグをチェンジ。私はフラッシャーマニアだからめっちゃつけてる。これも自分で巻いたフック。フックもすごいこだわりあって、なんか各サイズで作ってて、こうロングバージョンとかショートバージョンで色をちょっと変えてるんですよ。これ長いやつかな。ミニサイズからこれが長いのとか、これが短いの、あとはフラッシャーが内側についてるタイプと外側についてるタイプもあって、まあ、実際のとこ分かんないですけど、その内側についてるやつはこうフラッシャーの浮力で、なんか上を向けらし、これは外側なんですけど、内側のやつは上を向くらしいんですよね。こうやって海の中でこういうイメージだから張りがかりがしやすいって言うんですけど、市販のやつ結構外側が多いんで、外側も結構作ってますね。内側の今ないのかな。ちょっととりあえずこの赤フラッシャーでいきます。じゃあ気を取り直して、ちょっとこれで行ってみます。重さは 35g から 28g に変更しました。じゃあちょっと入れましょう。釣れそうなのに。あ、晴れだ晴れだ、ベイトベイト。小魚が追われる、ニャブラが発生。これは激アツニャノだ。ナブラだナブラ。いけるいける。ナブラ出ましたよ。ここここ真ん前、しかも2回ぐらい。もう一回出ないかな。しばらく辺りの様子を伺いながら続けてみますが、再びポイントを移動。ここは奥へ行くほど沖は岩礁が濃くなっていくそうです。今度は折り返し。スピンテールでも投げ歩きして帰ります。頼む。
なんだ。ちょっと暗い影だからやってみようかと思ったけど半端ないわ。メタルジグに戻して釣り歩きつつスタートしたポイントまで戻ってきました。初日アサマスメの釣りは残念ながらノーフィッシュ。厳しかったまあなんかいい感じではあったんですけど、ね、ベイトもあんまり見えなかったし、ナブラがでも2回ぐらい見えたんで、ね、生命感はあったんですけどね、残念でした。ちょうど今は干潮、潮止まりの時間帯、霧のいいところで引き上げることにしたんや。次はですね、ちょっと昨日さらっと下見をしたこの竹の口漁港、ここであったかな、ここら辺にちょっと行ってみたいと思います。午後は南淡路市から洲本市に移動、満潮の時間帯で勝負にゃ。やってきたのは洲本市にある竹の口漁港。マリーナの中は釣り禁止なので注意しましょう。ちょっと寝掛かり怖いけど、もうちょい投げてもよかったか。サイン。ここではエギングでアオリイカを狙います。無風でめっちゃエギング日和ですね。でもすごいカニ刺されたなんかほら魚影魚影でかい、シーバスかな、見えますね、これこれこれ、シーバスっぽいですね。朝のサーフよりも明らかに魚影が濃いにゃ。これは期待できるにゃり。あ、追ってきてる追ってきてる、ほら一杯追ってきてる、ほらほらほら、ダックか、抱いた、あー外れ、あ、うん、ついてる、違う、抱いてない、ゴミだったゴミだっためっちゃこれに合わせ決めちゃったイカが釣れた証拠であるイカ墨の跡に期待を膨らませて堤防の奥に進みます。あと30分ほどで日没の時間、もうここに泊まりますかどうぞどうぞって、カメラはカメラはどうするんですか、置いとくんですか、なんで今日のうちに何とか一匹でも本命をキャッチしたいところです。あの部位は何部位なんでしょうね、岩礁とかじゃないのかな、周り打ってみようかな。沖にポツンと浮かんでいるブイ、ロープなどに十分注意して狙ってみます。抱きそうですね。
来ましたね、いっぱい。ちょっともう一回。釣り人が多い人気エリアだけに擦れているのか、手強いイカではにゃいか。あー、いるな。もういないか。抱くまで至らないけど来ますね。ちょっとエギを変えてもう一発やってみます。来ましたね。でもなんか何匹までわーって来るんじゃないから本当に少ないんですかね。地味めに。はい。でもやっぱりあの V 回りか。日が沈み、辺りが暗くなってきました。オレンジで最後やります。さっき追っかけてきたやつ。唯一、チェイスがあったエギに戻します。おお。いや、怖いな。せーの、よっしゃー。あーついてるけど。いきますよ、せーの、よっしゃー。釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。